どうもメルトンです。今回はブリッツのキルペースがゴミクズになったということでブリッツを使っていきたいと思います。で、なんでねキルペースが落ちたかっていうと、まあ前も言ったけど縦の近接攻撃が即死から負傷に変わってしまったんですよ。まあモンターニは良かったけど、ブリッツに関しては走り込んで殴るがメイン火力だったから今かなりきついんだよね。まあ前まで即死だった時はおい殴らせろやっていうだけで、え、なんでわかんないよーっつってもう敵をガン泣きさせることが、ね、できたんですけど、今はどちらかっていうと慎重に立ち回らないとやられるんだよね。もう失礼いたしますみたいな感じで高青年ムーブかまさないと逆に狩られるからね。まあでもね、このブリッツで大事なのは高青年さじゃなくて、大事なのは3つ、スピードスピードスピード、もうそれが大事だから。やばいね、今の嘘くさい塾講師みたい。もう学校の判定がE判定でも大丈夫、問題解くの大事な、スピードスピードスピード、絶対受かるよとか言ってそう。うら落ちろ、おら、あい、やっぱE判定だからだね、しょうがないね。危ない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 、おお、俺は落ちないぜ。いやね、今のね、ちょっと受験生見ないでくださいね。いや、君たちなら受かる、俺の動画を見てる人なら受かる。やばいな、俺詐欺塾講師みたいな、やばいやばい、俺はあかんな。ま、月謝だけもらっときゃオッケーだろうみたいな。ああ、なんで上がってきたの、やめてやめてやめて、そんなブチギレ姉貴上がってこないで。あ、やばい、あー失礼いたします、やめます。オッケー、ぶねー、あいつガスグレネードにぎにぎしてたんだけど、俺はな、お前のそのな汚い匂いを嗅ぎに来たわけじゃねえんだよ。設置いたします。なんかパルスの音聞こえる、やだやだやだ。もう俺高青年だから、そういうね、下からちょっとスケスケの、なんかよく海にいるお姉さんの写真ばっか撮ってる変なおじさんと一緒にしないでくれ。パルスは俺そんな印象だわ。おら、お前泣け泣けよ、おら大人のわめき声が聞きたい。おーん、お前変態野郎かかってこ、ヤンセル、あーもうヤンセル、もうやだね。てかこうヤンセルってポケモンいるよね、鳴き声。ヤンセルっていうのは声が鳴き声のやつ。おお、何やってんのお前。ナイス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 。あー、これはね、左クリックの、まあ、動作確認だと思うんで、まあ、そういう気持ちはね、なかったりあったり。もうさっきさ、イアンセルっていう鳴き声が気になりすぎて、俺のイアンセルが反応しちゃったんで、ちょっと Google で調べたんですけど、なんか、イアンセル、スペース、声、スペース、ポケモンって調べたら、トランセルって出てきたね。ちゃんと声もついてたわ。イアン、イアンセルっていう鳴き声してたわ。なんか意外とロボ声だったね。まあ、こんなくだらない話したいでやっていくか。あとね、模試の話もね、あれガチなんだよね、塾のやつ。なんかね、俺塾行ってたんだけど、その時になんかずっと行きたかった学校がE判定で、大丈夫だよ、君なら受かるよってずっと言われてて、バカ野郎お前、俺は受かるわけねえだろお前っつってずっと言い続けて、俺はね青入試を受け始めたからね。もうでもそれで受けて受かっちゃったからね。お、AO っていうやつはバカとかね、適当に言ってたらね、ダンダン合格みたいになったからね。適当にもうなんか高青年ぶってよろしくお願いいたしますとかもう言った、ノックしながら、扉ノックしながら言ってたらもう受かるんで、楽勝ですね、人生は。行きましょう。もう俺はね、このブリッツとかいうね、名前の汚さが強みとか言われたり、もうキルペースがゴミクズだとか言われても、俺は戦う。下にいるのか、食べちゃうぞい。なんで今デデデみたいになったの。俺の中のデデデが反応したぞ。お、なんだカメラ見てんの。お、俺が盾だからってこいつ銃覗かねえだろとか。覗くんだよ、ん、来た。いや、これはね、はい、これ世界レベル、これは世界レベル、これプロリーグっぽいよね今の。ファビアンって感じ、これやばい、世界レベル。ファビアン、これはもしかしたら俺世界感じてるかもしれない。今の俺は覚醒してるぞ。これ覚醒コマンド押したわ、絶対ボタン3つ押しちゃった、覚醒です。ちょ、なんで針のっけんのこんなとこに。アッシュ N 回かってことは、この角待ちいないね。クリアリング細かにしとかないとね。あ、バカ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 、クレーンカス俺。これこれ強い、このチラミ。うー、狙ってみろ俺。ほい、動いたね。あ、いたいたいた。あ、ごめん、キルパク。全然謝罪はしてないけど。実際ね、ごめん、キルパクとか言う人はね、絶対心の中でね、やった
俺のキルだ、いやバカだこいつみたいな、ね、思ってるんで、なんか謝罪とかね言いこぶっちゃってる人はね絶対心の中でそういう闇を抱えてるんで、あーすいません本当キルパクとか、いや申し訳ないとかいう人ね絶対そんなわけないから、うわー気持ちいいキルで奪っちゃうわーってなってる、絶対そういうもんですよ人なん、いや俺撃ってない、俺じゃないよ、おいお前バック何やってんだよ。いやでもね、マジで今な、これは本当に謝罪するわ、すまんな。あ、KD セーブしてるぞ。いや、俺はな、お前の戦績を落としたいんだよ。落とさせろ。落とさせろ、俺に。待って待って、僕のだぞ。僕のだぞ。上がってこい。くっそ。何の気持ちだか分かんない、いろんな感情が混沌の中に飲まれていった。もうあこれバグじゃない、バグだから大丈夫、画面真っ暗だけど安心して。まあ俺散々ね塾のことねちょっとバカにしちゃったんだけどね、実際ねそこの塾の先生ねめちゃめちゃ有能で、もうなんか次に出る模試とかの問題全てをねこう予測できてしまう人なんですよ。だからもうすごい天才で、えこれ俺前の夜の夜中俺問題教えたよね、全く同じ問題なのになんで解けないのみたいな感じで俺散々言われてたんだけど、俺は心の中でいや一般入試で受けたら俺はスマブラが発売日にできないよってなってたから、俺はなんとしてでもね青入試で受けて受かってスマブラやろうって思ってたから、俺はもうどうでもよかったんだよね。まあだから講師は良かったけど、もう俺が頭の中青でいっぱいだったからもう無理だったんだよ。もうそういうこと、もう俺は常にねあの利益云々より俺が興奮する道を選んだね。うわー怖っ、超スースーするわっていう道を延々と歩き続ける男だからね、まあ、今後もね危ない道をたどる男になるかもしれないな。いやこうやってねショックドローンを入れるって言ってガジェットをすぐに入れない人がいたら盾が壊してあげよう。味方のせいにするのは良くないか、あ今はショックドローン自体がすまんな、俺が壊してしまったよ。そう盾はね何でもできるから、とりあえずね味方の進行方向に合わせて動けば何とでもなるから。でだ耳鳴りが聞こえるぞおじさん、耳鼻科行きましょう。そういえばね前ね、耳鼻科行ってきたんですけどね、爆弾みたいなね、耳クソが出てきて、それ取ったらね、ちょっと調子良くなりましたね。耳鼻科めっちゃいいよ。これおすすめ、耳鼻科行くのマジおすすめ。行くぜ。バレてないと思うよ。お、寝てんじゃねえよ、おら。起きろ、おはよう。あ、こんなこと言っちゃダメだ。俺はついちゃダメだ。好青年じゃないと俺は戦えない。開通していない。いや、いるね。ああ、味方有能、なんていうのなの？え、これ上にいない？すごいよ制圧力が、すごいよってなる、小学生みたい。じゃ、上がりたいと思います。敵は残り1人。さあどこにいるのでしょうか？は、キモいぞ。叫んだよ、なんでそんなに PUBG かな？もう、もう。クリーチャーになっちゃいそうだった、本当の俺が出ちゃいそうだった今。まあ俺はね基本的にその日その日が興奮と快感で満たされればそれでいいと思ってるからね。俺はねその先のことなんてどうでもいいと思ってるしね、まあ俺はね狩りの時代を生き抜いてきた人みたいな感覚してるから、だから近い将来持たざるものとしてもう俺がねこの世の中をゾンビみたいにもう歩き回ったとしても、もうその時にはね俺は素手で社会と戦えるようになってるから、もうねいろんな人にね職業はって聞かれたら今は持たざるものとして挑戦しています、職業は自宅警備員ですって、もうちゃんとね胸を張って言えるようにね押しとくんで、俺はその先のことなんてどうでもいいと思ってるから、俺はね戦い続けるぜ。お、ナイス。え、ちょペレットついてないよ、ちょっと何やってんすか。痛い痛い痛い、死ぬ。え、なあはははは、あはは、火花、なんで火花死ぬの、まだ開いてないよ、もうないよ、何やってんだよ、もう意味わかんない、ソリーじゃねえんだよな、もうしょうがない、謝ってるなら、もうしょうがない、それもうね、本人もビクビクしてると思うから、おい、力抜けよ、おライオン、力抜けよ、おら、誰もなんとも思ってないぞ、ほら、俺のダメだ。待って、近い観葉植物もどこ、うん、
ほら動く観葉植物って怖いだろ。ほらホラーゲーかな。危ない危ない危ない、危ね。はい、ということでね、もうキルペースが遅くて今みたいに死にかけるんで、皆さんねぜひやってみてください。ということでメルトンでした。バイバイ。